日本という国は伝統的に言ってですね、その一つの会社に入りますでしょ。僕もそうだったよ。今すごく変わったと思うんだけれども、22歳、まあ、18歳でもいいんだけどね、会社入ったらね、入った瞬間にね、これまでの日本人はね、この会社で定年を迎えようって決心して入るんですよ。終身雇用ですよ。私はね、終身雇用と年功序列っていうのはね、これもう世界に冠たるね、麗しい労働慣行だと思ってました。ところが、僕が仕事していて辞める頃になったら、それが見事に日本からなくなったよね。これでダメになったんですよ。日本人は伝統がつながっていかないんですよ、非常に顕著な例であったんだけどね。僕アナウンサーですよね。で、僕が NHK に入った時に、先輩がね、手取り足取り僕にね、どういうふうに実況中継するかと教えてくれましたよ。でね、ありがたいことにね、その教えてくれた後にね、僕食事に連れてってくれるのよ。で、晩ご飯をおさしてくれるので、その後またスナックまで連れてってくれて、お酒を飲ませてくれる。で、タクシーに乗っけて僕の家に アパートまで送ってくれるの、先輩が。いい？昼間は教えてもらって、食事ごちそうになって、お酒もごちそうになって、タクシーで送ってもらうんでしょ。こんなこと今ありえないでしょ。そうだよね、教えてもらいたいんだったら金出せよって、だったら教えてやるよって、という感じでしょ。で、僕は非常に不思議だった。で、先輩にね、聞きました。なんでそういうふうにね、こんなに良くしていただけるんでしょうかって聞きましたら、君が先輩になったら後輩にしてやりなさいって一言で終わり。僕は先輩になった時に後輩にやりましたよ、そうやって。ところがね、日本はどん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 変わっていってね、僕の後輩のアナウンサーの中に、僕が NHK で有名になったら民放へ行きますってやつがいるわけですよ。そうすると、僕はなんでその後輩に教えたかといえば、この公共放送を担う優秀なアナウンサーが欲しいと思うから教えてるわけですよね。で、その人がこの組織のために一心を投じてくれると思うから教えるわけですよね。ところが、有名になったら民放行くって言ったら教えないわ。これはね、日本人のね、労働者としての働く者のモラルがね、僕は下がったと思いますよ。ああ、もう世も末だなと。日本人の考え方もね、おかしくなったね。かつて東南アジアの指導者はね、ルックイーストと言ったんですよ。東を見ろ、日本に見習えと言ったんですよ。今そんなこと言う指導者一人もいないよね。日本人は普通の国になったから。どうして日本人が、日本という国がすごいかといえば、やっぱり年功序列とね、終身雇用ですよ。これで自分の全てをこの会社に傾注する、そういうことによってね、会社が良くなるんですよ。それから世の中も全体も良くなるんですよ。だって昭和20年に日本は敗戦で、東京は焼け野原になったんでしょ。19年で東京でオリンピックできる国にした国ですから。そうだよね、19年でね、オリンピックできるような国に変えたんでしょ。僕はこんなこと考えたくありませんけど、今東京が壊滅的になってね、今の日本人が壊滅的になった東京から、今から19年後にオリンピックできる国にできませんよ、今の日本人は。それはみんなが自分のことしか考えないからですよ。そうでしょ、国のこと、全体のことを考える、そういう習慣がないがゆえに、日本人は、日本という国は経済的にもこうなってるんですよ。僕はそう思うな。